県内では南部を中心に昨日から雪が降り、仙台など平地でも積雪を観測しました。県内では昨日から雪が降り、今朝も広い範囲で雪が降りました。今日午前11時までの各地の最大の雪の深さは、白石で14センチ、仙台で5センチなどとなっています。真っ白でね、久しぶりだなと思って。寒いですよね。朝顔が痛くてね。いつもよりは1本前の、電車乗ってきました。足元ちょっと滑るかなと思って、一応念のため。はい。JR 東日本によりますと、県内では雪による遅れや運休は発生していないということです。一方、県警によりますと、昨日午後6時から今日午前8時までに、県内では37件のスリップ事故が発生したということです。